東京都心と成田空港を結ぶ高速バス、東京シャトルの利用者が200万人を達成し、記念式典が16日、成田空港で開かれました。200万人目になられた今の感想をお聞かせください。びっくりしてて、こういうの見るだけだったんで、新聞とかで見たことあるんですけど、自分になると思ってなかったんで、びっくりしてます。東京シャトルを選ばれたのはどうしてですか？安いのと、乗ったままで一本で東京駅まで行けるって便利やなと思って選びました。記念式典では200万人目の乗客となった大阪府和泉市の山野青葉さんと大阪府岸和田市の木村かなつさんに記念品などが贈られました。東京シャトルは京成バスや成田空港交通などが合同で2012年7月から運行を開始し、事前に予約をすれば片道900円で乗車できる安さに加え、格安航空会社が発着する深夜や早朝にも運行する利便さが支持されているということです。今日200万人迎えましたけれども、はい、今のお気持ち聞かせてください。はい、こんなに早く200万人のお客様をお迎えするとは思っておりませんでした。非常にご利用が多くて、お客様に感謝いたしております。できれば1年以内って言いますか、10ヶ月程度で、300万人目のお客様をお迎えしたいと思っております。